おっと。ああ、待て待て。危うくぶっ壊すとこだった。ああ、危ない危ない。そうか。きつくなったら、自力で切り抜けるしかないからな。さて、お前に仕事を任す前に、全部説明しておくか。アドラーが言ってたかどうか知らないし、言ってない方があいつのためだが、お前が入りたがってるのは、そこらの海賊じゃない。お前が入ろうとしてるのは、紅の艦隊だ。ラガナって医療物資輸送船がジャンプしてくる。エンセラデスの軌道上だ。その船にはオースティン・レイクという裏切り者が乗っている。そいつを殺せ。おう。そいつを買ってどうするんだ。まあいいや。レイクの息の根を止めたら仕事は完了だ。ああ。なんで殺したい？レイクは紅の艦隊の一員だった。そもそも私があいつを推薦したんだが、あの頃のあいつは名前も ID も今と違ってたよ。あいつが急に逃げ出すまでは全てが順調だったんだが。いいか、よく覚えとけ。どんなやつだろうと紅の艦隊を抜けることは許さない。ああ、途中抜けしたから裏切り者ですと。ああ、この船さ、めちゃめちゃ強力だからさ、多分こいつも一瞬で倒せるんだろうな。撃たんけど。まあ、だって名前がシールドブレイカーだからね。そんでもって。紅の艦隊の裏切り者を倒すように、ネイバモーラから指示された。従ってもいいし、別の解決策も模索。ほう。まあ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 。ということは船に乗ってて戦闘になるか。なるな。こちらラガナのパイロットディミトリ・モルダブスキー。俺たちはニューホームステッドへ物資を運ぶ輸送船だ。問題を起こす気はない。とりあえず話してみよう。やはりそうだったのか。この船は戦闘用じゃない。目的を教えてくれ。紅の艦隊はオースティン・レイクを狙っている。ああ、まあ通常なら断るところだが、正直その方がこちらも安全のようだ。わかった。ドッキングしてくれ。その後で話そう。ドッキングしちゃう。明らかに戦闘仕様の船じゃないの。ドッキング完了。完璧だ。塗装が。んで？おお。お前がここにいる理由がわからない。俺たちを仕留めたけりゃ船から攻撃できた。積み荷が狙いなら放棄することもできた。まずは黙ってお前の話を聞こう。ここで攻撃とかある。誰がオースティン・レイクなのか教えてくれ。応じることはできないな。は？お前がどうするつもりなのか話すまでは。今は俺がオースティン・レイクだと考えてくれ。一体何の騒ぎなのか教えてくれるか。ですね、考え直した。攻撃、なんかいろいろ選択肢あるな。とりあえず説得やってみよう。俺にクルーを裏切れっていうのか。多分この人オースティン・レイクだろ。あ、マインドコントロール。あいつが何をしたにせよ、裁くのは俺たちじゃない。そうだな。おい、ちょっともうターンがない。はい。待て、やめてくれ。
考える時間をもう少しくれれば。あ、成功しちゃった。俺がやる。俺だって紅の艦隊は好きじゃない。もしレイクが一員だったならかばう義理もない。でもその代わりに約束してくれ、他のクルーのことは見逃し、ニューホームステッドの物資には絶対に手を出さないって。そんな理由で俺を切り捨てるのか、ディミトリー。ありえねえ。お前か俺たち全員から。オースティン、すまない。たわごとはもうたくさんだ、腰抜け野郎。あんたのバカなたわごとを信じる。こいつが裏切り者か。人助けだの、世の中を変えるだの。だが結局紅の艦隊と同じじゃねえか。いざとなりゃ自分のことしか考えない。おい、ちょちょ、他の人に当たっちゃうよ。ちょっと何が欲しいの。ちょ、なんでこっち向けんだよ、銃。彼は死んだ。そう、こいつ裏切り者だったんすよ。あいつもクルーの一員だった。だからお前の言ったことが真実だとは思えない。もう言ってくれ。ひどい。なんて言ったらいいかわからない。手出すなって言われたけどさ。うわ、なんか物資いろいろあるんだよな。あ、開けれねえ。クソ。スティンは紅の艦隊にいたの。だって彼は普通だった。ひどい。なんて言ったらいいかわからない。だって彼は普通だった。普通だったって言われてもな。いさらそんなこと言われても。あー、でもお前たちの物資は欲しかった。さ、さよなら。な、なんだ？くっつか。ちょっと待って、これどうやって撃つんだろう。あ、わかった、オッケー。もうね、全然いける、この船なら。あ、ちょっと痛い、あ、ちょっと痛いかも。もう一機。あ、違う、アストライヤーじゃ、これ。ラガナは無事だ。へえ、嘘じゃないよな。私たちは手を汚していないし、デルガドは喜ぶだろう。目撃者を残してほしくはなかったが、少なくともお前はやり遂げたようだな。とにかく紅の艦隊に入りたかったんだろう。さあ入ったぞ。シンプルだろ。レイクとの一件がお前の教訓になったらいいが、お前のミスで私の評判に傷がつくようなことがあったら、次はお前に追って押し向ける。わかったか。はい。口に気をつけな。私の気が変わっても知らないぞ。お前の覚悟は分かった。クリクスにある本部の座標をアップロードしてやる。本部。スペーサーはキーと呼ぶが、紅の艦隊は家と呼んでる。準備ができたらすぐに迎え、あまり待たせるなよ。じゃあそこでいろいろと証拠品を探ればいいんだな。もうこの世界少なくともさ、紅の艦隊、スペーサー、エクリプティスという三大ゴロツキども、板挟みにされてるのがもはやこのコンステレーション、あと炭鉱夫たち、そんな状態だからさ、とっとと全部ね、もう滅ぼしてしまえばいいんだが、本部に行って。よし、まあ、とりあえずこれで紅の艦隊に入りました。まあ、このままさ、UC 側を裏切ってさ、証拠探さずに、もう紅の艦隊一隊員として任務こなすこともできるんだろうな。
ごい、レベル100。すげえな。船体 ID を確認。ポートワンでのドッキングを許可する。ビジランスへよく戻った。え？全然証拠を集めなくとも、こいつらだけで、クレネの艦隊破壊できるじゃねえ。状態は良好よ。いかんで司令官が会いたがってる。ついてこい。しんべラガナには友達がいたんだ。次に上陸許可が降りたとき、会うのを楽しみにしてる。司令官。昨夜はコーヒーも。君がラガナに乗船したという情報が入っている。レイクが紅の艦隊のメンバーだったかはどうでもいい。だが、パイロットや他のクルーは無関係だ。君はやりすぎた。え？何もしていない。パイロットに強要して、クルーを一人殺させただろう。彼は従うしかなかった。自分に都合がいいからといって、他人に責任を押し付けるな。わかったか？いや、でも紅の艦隊の人間だったから意向にそぐわないってことで殺すしかなかったんだが。紅の艦隊を突き動かすのは物質的な富だ。流血は目的を達成するための二次的なものに過ぎない。君なら命を奪わずに立ち回る能力があると信じているが、作戦を台無しにするような場面ならその時々で状況を判断するしかないな。ああ。よく言った。次回はその言葉通り誠実に行動してくれることを期待している。さて、はっきりさせておきたいことがある。君は紅の艦隊にとどまるために何をしても構わないが、倫理的に超えてはならない一線が存在する。次にこんなことをしたらやめてもらう。永久にだ。まあ、ひとまず報告を続けてくれ。少なくとも紅の艦隊に加わることはできたのか？それはできたけど、一切殺すなってか。ではうまくいったんだな。不愉快なやり方ではあったが、ひとまず任務を遂行してくれたのは何よりだ。ここから作戦は次の段階に入る。シアー社の情報は正しかった。あなたがアドラーケンプと接触したという報告を受けた後、ネイバモーラとの接触も確認できた。我々のファイルによると、彼女は副官だ。彼女に気に入られれば間違いなく紅の艦隊に加入できるだろう。ああ。ああ、君は生きて最初の試験を突破できたな。だが過信するなよ。忘れるな。相手は容赦ない犯罪者だ。奴らは無慈悲で、それ以上に狡猾よ。自分ではうまく溶け込んでいると思っていても、慎重に行動した方がいい。ネイバは次に、君に何をさせるつもりなのだ。嘘がある。嘘があるのはちょっと気になるけど、まあ、基地の座標を得た。素晴らしい。キーに向かうならもうすぐデルガドに会えるだろう。デルガドは紅の艦隊のリーダーよ。紅の艦隊の全メンバーを頭に入れておいてもらいたいけど、特にデルガドのことは知っておいて。いずれにせよ、紅の艦隊に所属している以上、独立して行動することになる。いずれ援護することになるが、ひとまずは距離を保たないといけない。君がキーにいる間は特にだ。そうすることで、将来的に紅の艦隊と交戦する必要が生じた場合に備えて、防衛力も強化できる。その件ですが、シールドのアップグレードを開始しましょうか。直ちに取り掛かってくれ。エンジニアとクルーに情報を伝えるんだ。君が紅の艦隊に加入できたことで、作戦の成否に自信を持ってもらえるといいが、このまま続けたまえ。音は迅速に進んで。ああ。司令官も満足しているでしょう。でも殺すなってか。司令官は怒ってる。お前が何をやったのか知らないが、まずいぞ。そう、そんなこと言ったって、まず紅の艦隊と仲良くならないといけないのに、その過程で生じる殺しはもうしゃあないよ。次殺したら、やめさせるっていうしさ。なら、寝返るぞ、こっちに。じゃあ、本部行ってみよう。
てか何これ、本部も太陽系なの？あ、違うかも。あ、全然違うわ。クリクス。ちなみにこの、全フィールドの構成、光っているところは過去行ったことある惑星で、赤と発光していない惑星はまだ行ったことない惑星。そうしてみると、まだまだあるね。行ったことない惑星。山ほどあるね。キリギリスってのもあるし。フリックス。レベル20。完璧なジャンプの後というのは気持ちがいい。うわ、なんか、COD のインフィニットオフェアみたいな。プラントみたいな建物がある。え、更新。は？勝手にしな。はい。ドッキング。さて、まあ、見られなきゃいいんだから、ここでスリやら、証拠回収やら、できるところまでやっちゃってもいいぞ。だってここ本部なんでしょ？渡しただ。さっさと見せろ。1万って言ったら、だが3万のはずだ。1万の4割。ちょっとなんか、汚い。4000欲しいって言うから4000やったんだ。俺には関係ねえ。俺からくすねようってんなら関係ねえわけねえだろ。おおおおおい。ふざけてんのか？よくも私のルーキーの前でやってくれたな。おい、俺からくすねて捕まるんなら死んだ方がマシだぜ。私たちに貢献したいようだね。空気清浄機が必要になる前にこの死体をエアロックから捨てときな。なんか酒持ってた。この人がネイバーモーラ。やけに遅かったな。グラブドライブの使い方を忘れたのか。謝るな。紅の艦隊で敬意を払われたかったらな。敬意を払わない奴には頭に銃を突きつけて分からせてやればいい。ま、それはともかく、お前は合格だ。メモの用意は？よし。今お前がいるこのガラクタの塊がキーだ。昔は UC のスターステーションだったが、今やここは紅の艦隊の作戦本部さ。外見はひどいかもしれないが、中は意外と悪くない。いや、中も悪いが。急速に良さそうだ。皮肉か？もちろんだ。ただし休むときも安心するなよ。ここじゃクレジットスティックが文字通り消えることがある。とにかくキーのことを教えよう。あー、絶対居心地悪いよここは。歴史の時間だ。要するにキーはスボロフの軌道上にある。まさに氷の惑星だよ。そこにコロニー連合はロックってスーパーマックス刑務所を作った。しかし UC の連中もひねりがないね。スーパーマックス刑務所にロックにキーだって？まったく。カーゴベイ。ここには紅の艦隊に必要なものが揃ってる。もちろんただじゃないがね。いいか、キーではクレジットが全てだ。これはどういうこと？わかったわかった。落ち着いてね、エヴァ。切れる前に聞いて。今手がいっぱいなの。ジャスミン聞いて。今案内をしてるんだが、どうしてあのドアは封鎖されてるんだ？故障してるの。私が毎日の大部分を何に費やしてるかわかってるでしょ？大丈夫。修理の手配はしてる。たまには信じてよ。お前のことはいつも信じてる。彼女はジャスミン。船のことで相談したければ彼女に話せ。あのドアは開かない。次は補給基地へ向かおう。とにかくロックの話をしよう。100年ほど昔の話だ。囚人たちが暴動を起こし施設全体を占拠した。その後船を何隻か奪ってこのキーにたどり着いたんだ。そしてここを支配することに成功したのさ。
やっと新人を連れてきてくれたのね、ネイバー。同じ顔ばかり相手にするのにも飽きてたとこよ。自分のぼったくり価格がバレたから腹を立ててるんだろう、アルドラ。とにかくここが補給基地だ。お前がここの連中に針金全部巻き上げられなきゃいいけど。おいおい、このキーに追跡不能な商品を持ち込むのがどれほど大変かわからない奴がいても俺たちのせいじゃないだろう。ネイバーは私たちにいろいろな装備を売って大損したと思ってるからも先に調べておくべきなのにね。ああ笑ってればいい。今度お前たちみたいなケチから買い物するときに覚えておくよ。もう行こう。話に戻ろう。解放された囚人たちはキーを奪い、そこを拠点にして航路で海賊を始めた。それが紅の艦隊の始まりだ。もちろんジャスパー・クリクスが果たした役割は大きかったが、まあその話はまた後にしよう。ルーキー、ズーリだ。希少品を取引してる。私が持ってないものはきっとあんたには必要ないものよ。ニューロアンプ、設計図、彼女に頼めば何とかしてくれるよ。それで思い出した。ネイバー、あんたこの前の代金は払ってないわ。ボケたのね。力ずくで回収させないでよ。力ずくだと？おお怖い。ルーキー、私をズーリの暴力から救ってくれ。ズーリ、いい加減にしな。払えるようになったら払う。それで我慢しな。文句があるならボスに言え。はい。右側には貿易管理局のラドリーがいる。あいつの流儀は知ってるだろ。どんなにヤバそうな品でもあいつなら買う。そして左側が医療ベイだ。素敵なサミナミスラが運営してる。好きに持っていけるな。何でも直してくれるさ。金があればね。無料クリニックなんてものがここにあるはずないだろ。よし、ここが最後だ。そっちにはラストノバがある。ボグが薄い酒をとんでもないぼったくり価格で提供してくれる。そしてここにあるのがこのステーションで一番重要な場所、算定者のコアだ。管理してるのは比類なき深夜ボス。またルーキーか、ネイバー。前の新人のことがあったのにデルガドはまだ勧誘を任せてるのか。オースティン・レイクのことか。その件ならもう片付いただろ。放っておくわけにはいかないから、このルーキーに型をつけてもらったのさ。次はもう少し分別ある決断を下してくれ。コストパフォーマンスが悪い。はいはい、分かった。愛してるよ。とにかく深夜はうちらの生命線を扱ってる。金だよ。私たちは算定者と呼ぶが、あいつと来たらなかなか厄介な野郎なのさ。そしてネイバーは出費がかさんだら喉を切り裂く。うるさいな、ボス。いいから新しい仲間の世話をしてやれ。さもないとその胸にあるクラッカーのピンを抜くぞ。とにかく深夜がお前の登録をやってくれるだろう。私は仕事に戻る。終わったら上の階でボスに紹介してやろう。そろそろきちんと自己紹介しよう。俺は深夜ボス、紅の艦隊の公式な算定者だ。ネイバがわざわざ説明してくれた通り、胸に本物の爆弾が埋め込まれてる。それから俺の辞書に謙虚という言葉はない。実際デルガドが考えたこのセキュリティ対策は力をくれる。今まで見たことないほど巧妙なセキュリティ対策だ。そういうことだよな。爆弾がついてるってことは。そう思うよな。ここでは裏切りが極めて重く受け止められてるってことだ。俺は紅の艦隊の取引の大部分を監督し、全ての口座を管理してる。敵に捕まるか、俺の中で良心が欠片でも芽生えようものなら、艦隊にとって最大の脅威になる可能性がある。デルガドはこの爆弾のおかげで安心と安全を確保できるわけだ。どうやって風呂入るの？一歩間違えれば死んでしまうのか。基本的にはな。俺が死んだら全ての情報、口座、クレジットが大混乱だ。そんなことはできない。ああ、なるほど。だからボスなのさ。もちろん肋骨に爆弾を埋め込まれた算定者は俺が初めてじゃない。
デルガドは賢明なボスだから続けることにしたんだ、この伝統を。では設定を始めよう。竜人でさえ羨む最先端の改造のおかげで、え、俺はこのメインフレームとガルバンクのネットワークを直接つなげられるのか。その辺のサイバーランナーなんかより素早く効率的にクレジットを動かし、ガルバンク分析を消せる。よし、できた。あとはデルガドの承認を得られれば、お前も仲間入りだ。ではクレジットを稼ごう。そいつは最後の話への振りとしてちょうどいい。銀河中に広がった人脈のおかげで、紅の艦隊はいつも仕事に事欠かない。コアの周りに設置されてるコンピューターで依頼内容にアクセスできるようお前にも権限を設定しておいた。ネイバの目に狂いがなければ。そうだな。さて、これで言うべきことは全部言った。デルガドに会いに行け。エレベーターで上の階まで上がるんだ。よーし。みんな聞いて。私はあらゆる整形で賞金をかけられてる。バカどもには絶対に捕まらないけどね。それからどういたしまして。